はい、皆さんこんにちは、エマークです。さて、今回の動画ではですね、こちらのオフィスにあります家具をちょっと大幅に変えていきたいなと思っています。というのもですね、こちらにある家具がですね、10年ぐらい前ですかねに購入した IKEA の家具なんですけども、まあその10年間で、2回の引っ越しと、まあ、あの例の大震災ですか、震災をね、経験しているので、だいぶね、いろいろとガタが来てるんですよ。で、まあちょっとそれでね、このまま放置しておくのも危険かなというのもちょっとありましたんで、大幅にねリニューアルをしていきたいなと思っています。じゃあちょっとね、どんな状態なのかっていうのをね見ていただきたいなと思いますね。はい、まずデスクなんですけども、だいぶね天板っていうんですかね、それが歪んできてるんですよ。プラス、これがねだいぶ普通にガタ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 つくんですよ。で、私の場合ですね、ここでいつもね撮影をしていますんで、机がガタつくと当然、まあ、マイクもガタつきますし、カメラもガタつくっていうことでね、絵がだいぶブレちゃうんでね、これをねまず改善していきたいなと思っています。はい、でこちらの棚なんですけども、だいぶ曲がってますよね。これかなり危険な状態だと思うんですよね。これをね変えていきたいなと思ってます。はい、あとですね、こちらになりますね、今カメラをセットしていますが、普段打ち合わせなんかをねするスペースに使ってます。でちょっとね今後ここで、いろんな動画を撮っていきたいなとも思っていますので、ここのスペースをちょっと広げて、まあ、もうちょっと見た目にもおしゃれな感じにしていきたいなと思ってますね。まあ、という感じでね、今回このオフィスをですねリニューアルしていきたいなと思っています。で今回導入した家具はですね、またまた IKEA なんですけどもね、結局は、やっぱ安いんですよ。今ね、こちらに置いてありますけども、はい、これをね、組み立てて、いきたいなと思っています。それではご覧ください。はい、はい、というわけでね、家具の組み立てと配置が完了いたしました。ちょっとねカメラではもしかしたら伝わりにくいかもしれないんですけども、だいぶ広くなったんですよ。ここにねもともとラックが置いてあったんですけども、それを取っ払っちゃったので、だいぶね開放感がありますね。いいんじゃないでしょうか。はい、それじゃあね、ちょっともうちょっと細かいところも見ていきたいなと思います。はい、こんな感じでね、ここにあった机はですねちょっとワンサイズ小さいものにして、なるべく空きスペースを広く確保するようにしました。で、こちら私のデスクなんですけども、私のデスクは特別仕様ということで、前と同じサイズですね、大きめのサイズになってます。で、ここに跡がありますけども、もともとあったラックはですね、こちらに移動いたしました。ここはですね、もともとぐにゃーっと曲がった本棚がねあったんですけども、それはもう処分しました。今はですね、このような形でしっかりと配置されております。はい、あとはこちらの打ち合わせスペースですね。まあこの打ち合わせスペース自体は、特に何も変えていないんですけども、反対側がですね、広くなったおかげでかなりの開放感があるかなと思いますね。でこちらの打ち合わせスペースなんですけども、だいぶ開放感が出てきたので、まあ、今後はねこちらで撮影もしていきたいかなと思っています。で今後はですね、セミナーとかもねここでもしできたらいいかなとは思っていますので、ちょっとね後ろの壁紙がちょっと寂しいかなと思っているので、それはね、ちょっと購入いたしております。なのでちょっと今後ね張り替えていきたいなとは思っています。はい、というわけでね、だいぶね片付けたことによってですね、オフィス自体がなんかすっきりと開放感のあるような感じになったんじゃないかなと思います。で今後はですね、このオフィスを使ってちょっといろいろなことをやっていきたいなと思ってるんですよ。まあその一つがセミナーだったりとか、まああとはなんか生配信なんかもねやっていきたいなと思っていますので、まあちょっとご期待していただければなと思います。
で、この後ですね、ちょっと壁紙をね、もうこのままの勢いでつけちゃおうかなと思ってますんでね。それも後日、いや、もしかしたらこの動画でまとめてやっちゃうかもしれないですけども、ご期待ください。まあそんな感じで、今回はこの辺で失礼したいと思います。はい、マークでした。バイバーイ。はい、ブラックバーズです。